大谷翔平選手が所属するロサンゼルスエンゼルスのフィル・ネビン監督が今季3度目の退場処分を食らいました。退場の多いネビン監督ではありますが、今回の退場はチームのための行動だったと話題になっています。このエピソードを通して大谷選手の行動や反応、ネビン監督の経歴や采配なども含めて解説していきます。ネビン監督がチームのためにわざと退場になった？2023年6月10日、エンゼルスは本拠地でシアトルマリナーズと対戦しました。エンゼルスが2対5で3点を追う5回裏の出来事でした。2アウト2、3塁で打席に立ったのは2番 DH の大谷選手。前の打席では豪快な18号ツーランを放っており、スタジアムの期待値も高まり、ボルテージも最高潮に達します。フルカウントからマリナーズの投手ゲイブ・スピアーが投じた外角いっぱいのスライダーは微妙なコースながらも判定はストライク。結果は見送りの三振となりました。ここで大谷選手にしては非常に珍しい反応を示します。大谷選手が球審に対してノーノーと納得がいかないというジェスチャーを表し、ベンチに向かって歩きながらも不服そうな表情は消えません。この姿を見てスタジアム全体から大ブーイングが鳴り響きます。イニング交代時のパフォーマンスが始まってもスタジアムのざわつきは収まらず、エンゼルスベンチの雰囲気も不穏なままです。その直後、猛然と抗議に飛び出したのはネビン監督でした。ベンチの怒りのエネルギーをそのままぶつけるように球審に詰め寄り抗議し始めます。球審から退場を宣告されても食い下がらず、ホームベースのところまで歩みを進めると砂をかき出して不満をあらわにしました。その様子にスタンドのファンは大盛り上がり、レッツゴーという煽りのような声も聞こえてきました。男気を示したネビン監督の振る舞いには SNS 上の日米のファンから反応があふれます。めっちゃ怒ってるな、あのジャッジは爆発しても不思議じゃないよ、過去最大級の抗議じゃないか、彼は指揮官としての仕事を全うしたね、選手のハートに火をつけたよ、などネビン監督を後押しするような声が上がりました。試合後に落ち着きを取り戻したネビン監督は、翔平が感情をあらわにするのはあまり見ないし、他の選手やコーチが退場になるくらいなら私が全ての責任を負うと、チームのために身を挺した行動だったと真相を語りました。大谷選手が珍しく身振り手振りを入れて反応し、強めの口調で発言していたのを見て指揮官のスイッチが入ったのでした。ネビン監督は現役時代も大乱闘などの逸話を残した熱血感であり、その熱意は監督になっても変わっていません。選手を守るためなら自分が体を張るという男気を見せたのでした。そんなネビン監督も最後には、審判といい会話を持ったよとジョークを交えて笑いました。ちなみに珍しく怒った反応を見せた大谷選手でしたが、次の打席では球審に向かって笑顔で挨拶しています。大谷選手でも怒りの態度は示しますが、あくまで紳士的に対応もするバランスを持っているところが見られた試合でもありました。ネビン監督の経歴、ここでそんな熱いネビン監督のこれまでの経歴を振り返ってみましょう。1992年6月のMLB ドラフトでヒューストン・アストロズから全体1位で指名されており、契約金70万ドルで入団します。1995年にメジャーデビューを果たしますが、同年にはトレードでアストロズからデトロイト・タイガースへ、1997年にはトレードでアナハイム・エンゼルスへ、1998年にはサンディエゴ・パドレスへと移籍を繰り返します。2000年にはついにレギュラーに定着し、打率3割3厘、31本塁打、107打点の成績を残します。翌年2001年には打撃3部門すべて昨年の数字を上回る打率3割6厘、41本塁打、126打点を記録し、自己最高のシーズンを迎えました。その後は怪我やチーム事情でなかなか調子は上がらず、テキサスレンジャーズやシカゴカブスなど移籍を繰り返し、最終的に2007年にミネソタツインズで引退を発表しました。選手引退後は大学野球、
独立リーグタイガース傘下のマイナーの監督を歴任します。サンフランシスコジャイアンツの三塁コーチ、ニューヨークヤンキースの三塁コーチを4年間務め、2022年からロサンゼルスエンゼルスの三塁コーチに就任しました。2022年6月7日からジョー・マドン監督の成績不振の解任に伴い、ネビンコーチが監督代行を務め、11月8日には正式に監督に就任することになります。代行からの正式な監督就任となったネビン監督ですが、実は代行時にもすでに退場劇を見せたエピソードがあります。2022年9月12日の対ガーディアンズ戦にて、5対4とガーディアンズが1点リードした7回2アウト1、2塁の場面でした。エンゼルスの投手ライアン・テペラ選手が左打者アンドレス・ヒメネス選手に投じた内角スライダーが足に当たったかのようにも見えましたが、判定はボールとなりました。その後ガーディアンズのテリー・フランコーナ監督が球審に抗議すると退場処分になってしまいます。退場宣告された後もフランコーナ監督の怒りはなかなか収まらず、時間が経過していきます。マウンド上のテペラ投手もこの空気に不満をため始めたところ、テペラ投手と球審との間に入るようにネビン監督代行が加わります。事態は収まるどころか険悪な雰囲気となり、ネビン監督代行も退場処分とされてしまいます。両チームの監督がベンチからいなくなる非常に珍しい事態となりました。アメリカ・オハイオ州地元メディアクリーブランド .com は記事で、7回のアンドレス・ヒメネスの打席、エンゼルスの右腕ライアン・テペラがヒメネスの左足に当てたと思えた、しかしロン・クルパ球審は当たっていないと判断、クリーブランドはビデオ判定を時間内に要求しなかった、チャレンジはできないと言われたフランコーナは激高したと状況を伝えました。また同メディアはテペラの投球が5分近く止められたことに対し、ネビン監督代行がクルパ球審に不満をぶつけた、それによりネビン監督代行も退場となったとも記しています。この時のネビン監督も選手の不満を自ら背負ってぶつかりに行くという熱い行動を起こしていたのでした。ネビン監督の采配評価、現在ア・リーグ西地区で3位につけるエンゼルスは1位との差は少し開いているものの、ワイルドカード争いでは4位となっており、まだまだどうなるかわからない状態です。昨季は5月途中まで順調に白星を積み上げ、リーグ最速タイで20勝を挙げるといった調子の良さを見せました。しかし5月下旬から翌月にかけて悪夢の14連敗を喫し、チームは一気に失速してしまいました。今年はそのような大型連敗はないものの、後半に向けてどのように戦っていけるかが鍵となっています。昨季は連敗中という苦しい中、マドン監督に代わる形でネビンコーチが監督代行に就任して指揮を取りました。そんなネビン監督も指揮を取ってから1年が経過し、その采配はどのように評価されているのでしょうか。大谷選手、トラウト選手というスターを抱えているということもあり、よりその采配に注目がされています。アメリカメディアファンネーションでは、2023年5月22日ネビン監督の特集記事を配信し、ここまで奮闘を続ける指揮官の手腕にスポットを当てています。しかしその内容はチームのウィークポイントが挙げられるなど、ネガティブな内容となっていました。記事の中では米指揮者のケン・ローゼンタール氏による見解として、これまでのところ多くのことがうまくいっていない、レンドーンは負傷者リスト入りしているといった指揮官としての力不足の面を指摘しています。またローゼンタール氏はチームがワイルドカードを争う位置にいることに言及しながらも、不吉な兆候として今季の失策数に注目しました。チームは32のエラーでメジャーリーグ首位に並んでおり、6月22日現在は42エラーでワースト2位、しばしば監督を悩ませる要因となっていると、チームの弱みに着目しています。同メディアはネビンの監督としての経験の浅さは無視できない要素と指摘し、ミスは許されず勝利へのプレッシャーは計り知れない、
ネビンが彼らを約束の地へ導くことができるかどうかはまだわからない。しかしこのままチームが期待を裏切り続ければ彼の職も危うくなることは間違いないと見解を示しています。チームが勝てなくなる状況が続いてしまえば大谷選手のオフの動向にも影響が及びます。大谷選手にとっては勝てるチームを求めていることもあり、チームが不甲斐ない成績を残してしまえばエンゼルスから出ていく可能性もあるのです。その暁にはエンゼルスファンからネビン監督や球団に向けてかなりの批判が飛び交うことでしょう。スター選手を抱えるチームを指揮することはこのようなプレッシャーとも戦わなければいけないのです。現地紙記者はこのままでは暗い未来が待っていると2023年の開幕戦からネビン監督の采配への疑問を語っています。開幕後に3連勝を飾りながらも言葉は厳しく、長いシーズンを考えた時厳しい見方をすれば3連勝はたまたまです。大事なのは終盤まで1点を争うことになった開幕戦ですよ。開幕戦の試合前、エンゼルスのオーダーを見て心躍らせるファンは大勢いたはずです。昨季の最終戦のオーダーと比べれば明らかです。特に4番以降の打者の本塁打数が圧倒的に増えており、昨季は上位打線でしか挙げられなかった得点を今季はどこからでも点が取れる打線になったように見えました。オフの積極的な補強が功を奏し、厚みのある打線を組むことができるようになったと言われていたんです。と戦力はアップしたかに思えますが、意外な穴があると指摘します。大事なのは開幕戦となった対アスレチックス戦の内容。1対2で敗戦として、大谷の抜群のピッチングの調子を見れば1対0からもう1点取れれば勝てたはず。ところがフィル・ネビン監督はよほど打線に自信があるのか、ランナーを出してもただ打たせるだけでした。例えば足を絡めるとかエンドランを使うとか、いわゆるスモールベースボールのような緻密に1点を取りに行く作戦を選びませんでした。結果救援陣が打たれ、開幕戦での大谷の初勝利はお預けになったのです、と無策な戦い方だと批判しました。こうした策なしの采配は今に始まったことではないと述べます。ネビン監督は1992年6月の MLB ドラフトでアストロズから全体1位で指名されたスラッガー。2001年には41本塁打を記録し、通算200本塁打も記録しています。だからこそなのかもしれませんが、スラッガータイプの選手は監督になった時強打に頼る傾向があります。実際昨季もチャンスの場面でただ打たせることが多かったんです、とネビン監督の選手時代の特性が戦略に悪さしていると分析します。続けて、昨季の7月後半から8月にかけて大谷は104年ぶりの2桁勝利2桁本塁打にリーチをかけましたが、まさかの3連敗。そしてこの3試合での援護点は001と、3試合平均で 0.3 点しかありませんでした。これでは勝てるはずもありません。この3試合でもネビン監督の采配は強打に頼るばかりで点を取ることに無策だったと批判されました。今季はまだ始まったばかりですが、ネビン監督の無策ぶりは続いており、大谷の勝ち星は昨季の15から減るかもしれません。この先も1点を争うシビアな試合展開は次々と出てくるはずですから、と大谷選手がネビン監督の無策による被害者になってしまうと指摘しました。またチームバッティングだけでなく投手起用においてもファンからは不満の声が上がっています。イニングまたぎによる起用、高騰していた投手の交代、結果論な部分もありますが、似たような采配ミスで敗戦しているのも多いのです。このような投手起用が続くとそれこそ接戦に響いていきます。投手の補強が進んでもやはり采配によって勝利は大きく左右されてしまうのです。采配としては批判の声も多いのが事実ですが、ネビン監督が前監督のベンチの雰囲気を変えたという声もあります。ご紹介したようにネビン監督の熱い気持ちは選手にはしっかり伝わっているのかもしれません。大谷選手が去年に比べたチームの雰囲気を尋ねられた時、ノーチャンスで負ける試合が少ない、そこが一番いい、最後まで接戦で諦めない姿勢が出ているのはいい雰囲気だから
昨日も負けたが勝てるチャンスはあった、そういう試合を拾えればもっともっと勝ち星はついてくると勝負意識の部分で変わってきたことを語りました。不安視されるところも多い中、このようなチームの一体感も生まれていることは前向きな材料と言っていいでしょう。監督の怒りのエピソード、退場処分とはなっていませんが、ネビン監督はこんな熱い姿も見せています。エンゼルスは2023年6月20日本拠地ドジャース戦にて0対2で敗戦しましたが、ネビン監督の納得いかないプレーがありました。4回2アウト1塁の場面、5番のハンター・レンフロー選手が左中間を破る2塁打を放ちました。走者のブランドン・ドルーリー選手は激走し本塁に向かいます。アウトのタイミングでボールは本塁に送球されましたが、やや一塁方向にそれてしまいます。ドルーリー選手は捕手のタッチをかいくぐるように右手でホームベースへ触れ、判定はセーフとなりました。しかしドジャース側がチャレンジを要求します。スローで見ても微妙なシーンであり、審議の時間も長くなりましたが、最終的にアウトに覆る結果となりました。試合後ネビン監督は今回のリクエストの結果に関して、理解できない、まつげにタッチしたのか、いくつかこんなことがあったけど困惑してしまうと皮肉を込めて判定に不満をあらわにしました。さらにこのリプレイ検証そのものについて、このリプレイシステムがどのように機能しているのか本当に混乱している、なくしてしまえばいい、彼らの手に試合を任せようと批判しました。もう一つ、これはネビン監督ではありませんが、ナショナルズのデーブ・マルティネス監督の怒りエピソードをご紹介します。ナショナルズとアストロズの試合にて4対4の同点で迎えた9回、アストロズはワンアウト満塁の場面で8番ジェイク・マイヤーズ選手の打球が内野に転がります。前進守備を敷いていたナショナルズの遊撃手の CJ ・エイブラムズ選手が掴むと、まず本塁に送球してフォースアウト、さらにゲッツーを狙った捕手のキーバート・ルイーズ選手は一塁に送球しました。しかし送球は打者のマイヤーズ選手のヘルメットに当たって内野に転がり、その間にアストロズの二塁走者がさよならのホームを踏んで試合は終わってしまいました。この判定に怒り心頭だったのがナショナルズのマルティネス監督です。マルティネス監督は会見にてその怒りをぶつけます。これを見てみろ、彼はライン上にいるか、そうは思わない、彼らはルールを修正しないといけない、球審はここにいて彼がライン上を走っていると見たのか、もうこりごりだ、修正してくれよ、我々は彼が正しい判断ができなかったせいで負けたんだ、残酷だよ。マルティネス監督が報道陣に見せたのは、打者のマイヤーズ選手が一塁線の内側を走っている姿を捉えた写真でした。ルール上、打者は一塁に走る際は一塁線の外のスリーフットレーンを走ることが義務付けられています。マイヤーズ選手は明らかに外れて走っているように見えるため、本来なら守備妨害を取られている場面なのです。しかし記録は捕手のエラーとなり、アストロズのサヨナラ勝ちにつながってしまったため、マルティネス監督にとっては怒り心頭の結果となってしまいました。ファンもすぐに反応し、彼は間違っていない、芝の上にいるじゃないかと守備妨害の主張に同意する意見が上がりました。また写真を持ち込んでるといった指揮官の必死な気持ちに注目した声が上がりました。一方で送球が悪い、走者はラインに戻ったけどそれでも当てられてるといった声もあり、意見としては分かれています。まとめ、このように監督の怒りエピソードのきっかけは審判による問題が多いのです。たったワンプレーでも勝敗に関わってくることもあり、審判のレベルに関してはこれからも議論していく課題だと思います。リプレイ検証はあくまで映像で確認をすることであり、誤審を防ぐことが目的です。審判の技術力やジャッジの精度については大きな課題とされています。ここまでご覧いただきありがとうございます。ぜひあなたの感想をコメント欄やグッドボタンで教えてください。今後も大谷翔平選手に関する動画を投稿していきますので、高評価とチャンネル登録をお願いいたします。